恭一、まずいんじゃないか。なぜここを遠征先に選んだんだ。言いたいことはわかる。報道軸とぶつかることだけは避けてきたからな。だが今のエンペラーはあの猛者たちと合格以上に渡り合えるほど成長している。俺はそれを証明するためにこのステージを選んだんだ。正直言って気合入んないぜ。俺が勝つのは初めから分かりきってるからな。余裕だな。大したことはない。最初から全開で勝負を決めてやる。こんなもんかよ。とっとと終わらせるぜ。振り切れない。なんてことだ。俺の走りに引っ張られて奇跡的な進化をしているってことか。思ったより早いけどな。そろそろ勝負を決めさせてもらうぜ。本当の速さってやつを徹底的に見せつけてやらないとな。こいつもう笑いごっちゃないぜ。たっぷりと見せてもらったからな。車の戦闘力もドライバーの実力も分かった上であえて言わせてもらえば、俺のスピードの方が速い。少なからずショックだぜ。報道塾以外でこのレベルまで来れたやつがいたかい。このまんま報道塾のバトルに参加しても通用するレベルだぜ。こいつ一体何者なんだ。この俺がブレイキングで負けてるってのか。どうすればあんなになれるのか想像もつかないぜ。一番得意なブレーキングで逆に。